ローソンチケットをご覧の皆様、こんにちは。安西慎太郎です。田和田秀也です。小野塚隼人です。永田誠一郎です。僕たちが出演いたします舞台野球飛行機雲のホームランが7月27日より東京サンシャイン劇場にて、そして8月25日より大阪シアタードラマシティにて開催されます。舞台は終戦1年前の1944年夏、甲子園に立つという夢はかき消され、予科練への入隊を決意した少年たちはぶつかり合いながらも未来を語り合い、甲子園は叶わなくともたとえあと1球でもいいから投げていたい、時間があるなら何度でもと白球を追いかけた少年たちの物語です。というわけで皆さんにちょっとこう意気込みを聞いていきたいと思います。まずは田和田くん、はい、出演が決まった時のお気持ちを聞かせてください。はい、すごい来るで来るそうですね、今回決まってやっぱそのお話のね題材が、うん、こう戦時中の話で、うん、やっぱり僕らねこの今生きててやっぱりなかなか身近に感じることってできないので、うんうん、それをこうやって今回台本を通してこうやって体感できるっていうのはすごい楽しみなことでもあるけど、なんかこうちゃんと向き合ってたも怖いことでもあるんだろうなっていうのを思いつつ、やっぱりその野球っていうのが大きな題材になっているので、その時代でなんかこう野球に対して熱い思いを持った人たちの熱意みたいなものをなんかしっかり僕も一メンバーとして伝えていけるように頑張っていきたいなって思ったのが一番最初かな。最高の言葉じゃないですか。ありがとうございます。もう何も言うことなしのやつ。というわけで小野塚くんは舞台に向けて何か取り組んでることとかあったりしますか。そうですね、なんかすごく体力がいりそうな舞台でもあるので、まあ、もちろんさっきテーマがやっぱ重たいというか、まあ、時代背景も戦時中ということもあるので、まあ、気力体力ともに、まあ、体作りはまあ今からやっていって、自分の役柄的にもなんかちょっと身体能力が高いみたいなことが書いてあるので、まあ、そこはちょっと準備していこうかなと、はい、思っております。でもあれですよね、野球は初ということで、うん、もう今は不安ですけどでも、うん、すぐできそう、うん、終わった後になんかこう一個でもこうなんか野球ができたと思えばいいかなと思って必死に練習します。最高ですみんな最高じゃないですか。最高です。もうこれで永田くんも最高。最高です。最高出るから、キャッチャーで、そうね、そうバッテリーを組ませていただいて、そうですね、その田和田さんの苦労とか多分キャッチャーだから知ってると思うんで、そうね、そう人のなんか痛みとか分かるようなお芝居ができたらいいなって思ってます。最高じゃないですか。いやよかった。ちなみにこの野球の舞台で挑戦してみたいこととかあったりしますか。そうですね、本当に役に寄り添ったお芝居をできたらいいなって思ってます。そして僕もやっぱりそうだなこうやっぱ戦争っていうものと戦時中の中の野球っていうそのワードだけ考えたらやっぱこう、イメージがあるじゃないですか、それぞれの中に。でも西田さんの作品なので、そういう悲しいこととかっていうよりもなんかその時にこうどうやって死んでいったかではなくて、どうやって生きたかで、その当時の人たちもきっと楽しいこととか夢中になってたこと、それが野球だから、そういうものをしっかり大切にして、一人一人スタッフキャスト一丸となってやっていきたいなと思っております。というわけで舞台野球飛行機雲のホームラン一般販売は6月3日より開始いたしました。そして各公演日アフタートークの開催も決定しております。ぜひ見にいらしてください。皆様のご来場、劇場にてお待ちしております。バイバーイ。